アートルさん、なんか意外とコミュニケーション苦手的な人かと思ったら、面倒見いい感じなんだね。お、フレイヤちゃん。うわ、今の人って何なの？ね。あ、ま、やあ、フレイヤ。この店にどうして宇宙飛行士がいるわけ？飲み物を飲み、友人を待つためのようだ。のはね、一般的な、実に一般的な、あれですね。それってどういう友人？犬のライカちゃん、宇宙飛行士ちゃん。出会い系アプリで知り合った子だ。あー、それ見たかった、もう。どういう子だった？現れなかった。あちゃー、かわいそうな宇宙飛行士さん。なんでデートの前に宇宙服を脱がなかったんだろう。確かに。職業アピールってのは珍しくないけど。アピールするレベルじゃない。あれってさすがに見え見えだし。おそらくあの人は宇宙飛行士じゃない。その一般的な意味での。え、それってどういうこと？多分異星人だ。異星人？それってニューヨークの英国人的な、それともエイリアン的な、エイリアン的かな？エイリアン的な異星人だ。宇宙からやってきた？おそらくは。あるいは別次元か、よくわからないが。すっご。っていうか、超すっご。そりゃまあ、この店にはいろんなお客さんが来るけど、さすがに、ぶっ飛び。この店をやってると人生退屈しないよね。楽しそう。そんだからこの店について書きたいの。そういや、進歩はどうだい？本のこと？ああ、そうだ。君が今まさに書いているあの本のことだ。それが実際うまくいっている。素晴らしい。読んでも？完成してから？見せてくれんの？それってどういうこと？ダメなの？今までに書いた原稿を読ませてくれるのか？ダメ。絶対ダメ。なぜ？まだ途中だし。おいおい、もっと自信を持つんだ。君はいい物書きじゃないか。それに作品の出来に自信がないなら、僕が改善点を挙げてもいい。読者としてな。確かにそうね。つかもうすでに原稿を刷ってあって、どの道見せる気だったと。えへへ、迷ってたけど。とにかくこれが人に見せられる最小の原稿ってわけ。もったいぶらずに読ませてくれ。君の作品のことはよくわかっているつもりだ。はいはい、わかりました。じゃ、カバンから原稿を出すね。率直な感想を聞かせて。わかった。で、原稿を渡してくれるかい？結局嫌なの？大丈夫だ、フレイヤ。はい、どうぞ。ありがとう。では、拝見しよう。拝見させていただきます。読めんの？あ、そういうタイプね。ねえ、どう？面白い？おいおい、そうせかさないでくれ。読んですぐ面白いってなんないよね。ふむ。何がダメ？そんなにひどい？主役が。うわぁ、書き方がいまいちだった。僕の性格と合ってない。そういうとこ気にする。だってあなたがモデルじゃないもん。そいつは残念だ。最高のモデルが毎日君の目の前に立っているというのに。最高のモデル？あなたが？あなたほど謎めいている人は他にしていませんって。さっきの人の方が謎めいていたよね。おっと、お客さんが来たようだ。ちょっと原稿。まだ途中だ。誰だろう？あ、ブチョブチョしてきた。あら。いらっしゃい。店内で？それとも持ち帰りで？店内でお願いします。何になさいますか？その前に座ったらどうだい？座ってるけど。今すぐ注文します。急ぐことはない。ごゆっくりどうぞ。ちょっとややこしい注文でも。ああ、いいよいいよいいよ。うちの材料で作れる限りは。好きなものを頼んでくれ。だったらマサラチャイはご存知ですか？なんか、ま、いつだったかのあれに説明に出てきたよね。スパイスの効いたインドの紅茶会。はい、マサラチャイをお願いします。紅茶ベースのスパイスが効いたっていうから、あれかな、生姜とシナモンでいいのかな。あれ、紅茶入れたのに紅茶未発見じゃないですか。紅茶とスパイスが効くっていうからシナモン、
あ、紅茶、紅茶、シナモンいらっしゃい。紅茶、シナモン、生姜作ってみる？なんか違ったら申し訳ないな。はい、どーん。はい、どうぞ。正しく作れているといいが。ふむ。香りは似ています。では、お味を拝見させていただきます。違ったか。これって妙ですね。材料は正しいはずなのに。ああ、じゃあ、生姜が先だったか。違う味です。だったら多分、材料の量を間違えたんだ。どちらを多くしましたか？生姜とシナモン？シナモンだ。あ、きっとそれです。生姜をメインに使うべきでした。申し訳ない。作り直そうか？これで構いません。お気遣いどうも。お、電話かかってきた。どうした？どこまで話したっけ？主人公のことだ。この主人公は実に君っぽい。ご名答。私を知っている読者なら読んですぐ気づくよね。いいのかい？うん、どうして？自分に酔ってる気が。そこはご心配なく。普通の読者さんは気づかないし。それに私みたいな主人公だと筆がサクサク進んじゃうの。君がそう言うなら。ごめんなさい。ん？何か言った？はい。いきなり割り込んじゃってすみません。あなたって作家さんなのですか？うん、そうだよ。それってすごいです。けどまあ短めのフィクションを書いているだけ。新聞に短編を寄稿しているの。あとはこの街の人がテーマのノンフィクションとか。彼女は小説も書いていてね。ちょうど今原稿を読んでいた。ちょっと。すごい。今まで何冊書いたんです？実はこれが一冊目、書き上げられたら、だけど。私ずっと小説家になりたくて、けど言葉を紡ぐのって難しい。私はライターだけど、紡ぐなんて難しい言葉は使えないよ。よく言われます。私の語彙は変わってるって。あなたは何のお仕事を？あ、名前なんだっけ？ごめんなさい。私はアクアっぽいもんね。その格好は、あれなのか？コスプレ的なのか？そういう人種なのか？どうもアクア。私はフライヤー。なんかアクアってなんかで聞いた気がするな。そしてこちらのバリスタがミヤね。ミヤです。はじめまして、アクアさん。はじめまして。それでそう、あなたの仕事は？大学の研究員です。いいね。それと、余暇にゲームを作ったり。へぇ。それって私の仕事よりかっこいいじゃん。仕事に寄せんはないです。ありがとうございます。書くのが苦手と言ったけど、研究論文だって相当書くんじゃない？はい、確かに。ですがあれは事実を書き連ねるだれけ。物語を書くのとは違います。確かに。ちなみにどういう分野の研究者なの？専門はコンピューターグラフィックスです。へえ。わあ。計算ばかりの退屈な仕事です。そうなんだ。計算とかあるんだ。メディアに取り上げられるような仕事じゃない。読む人なんていないでしょうし。あ、いけない。あなたが記者さんって忘れてました。気を悪くさせてしまったらごめんなさい。めっちゃ目泳いでる。あはは、いいって。何でもかんでも謝ることないし気にしないで。いきなり割り込んですまねえが。いいえ。あんた今コンピューターグラフィックスの研究者って言ったか？そうです。ひょっとして三次元環境流体レンダリングの最新技術に関する論文を書いていねえか？共同執筆者の一人が、確かアクアって名前だった。すげえ有名な人なんだ。あらやだ、それは私です。読んだのですか？おうよ、俺が取り組んでいるプロジェクトには重要なことだ。ふえー、ふえー、それって、ふえーって言っちゃった。ふえー、それってどういうプロジェクトです？フルメタルコンフリクトっていうゲームシリーズだ。びっくり。あなたがフルコンの開発を？フルコン？いけない。いきなり取り乱してすみません。いいさ。自分が関わってるゲームの班にあって悪い気はしねえよ。私あのシリーズの大ファンなんです。ところでアクアと申します。あ、もうご存知でしたっけ？俺はマートル。それでマートルさんは何を担当なさっているんです？テクニカルアーティストだ。アーティストなんだ。あ、なるほど。
あ、あんたらの話を邪魔して悪いが、名刺か何かもらってもいいか。いいね、なんかこういう出会い。俺らのチームで話し合いことがあってよ。話し合いたいことがあってよ。共通のお問い合わせフォームからあんたの研究所へ質問を送ったんだけどよ、まだ返事がなくて。あ、そんなのしょっちゅうです。あのフォームで質問は別の部署へ届くので返答に手間取ることがあって本当にごめんなさい。いいんだ、そんな気がしてた。まあ名刺を持っておりませんが、メールアドレスを交換しておきましょうか。いいぜ。これが私のメアドです。バッチリだ。今話してたフルメタルコンフリクトって今度映画化されるっていうあのゲーム？あ、それだ。ぶっちゃけ俺はゲームの映画化には反対だった。腐ってもホリウッドだしよ。ホリウッド。予算をたっぷり使ってド派手な演出を生み出せるんだろうが、きっとゲーム版とは別物になっちまう。どうして？ゲームによってはゲームという媒体でしかストーリーを語れないものなんです。フルコンもそういった類のタイトルです。へえ、面白い。ゲームはすんのかい？あまりヘンテコな抽象画のゲームは好きだけど。どんなゲーム？画廊で磨けるようなタイプのゲーム。マジかい？そいつは変わってら。よく変わってるって言われる。いや、ちげえんだ。アート系ゲームで遊ぶのは大抵最近のゲームに飽きちまってるゲーマーだからな。確かに。ですが、アート系ゲームはメジャーな作品と比べて訴求するマーケットが全く異なる気がします。故にプレイヤーの多くがゲーマーではありません。プレイのハードルは低めでも感じ取るのは難しい。より広範かつ高度な理解力が全体として求められるんです。ごめんなさい、つい喋りすぎちゃって。少なくとも私はそう考えます。いい点ついてら。すっごく視点が鋭いって思った。私がこの手のゲームで遊ぶのは周りの影響だけどだろうな。あんたは都会のアート系って感じだ。図星です。じゃあ映画化に関わる俺の意見も分かってくれたか？なんとなくね。とにかくま、俺はもう行くわ。明日の朝一で質問のことで連絡すっからよ。え、今何時ですか？いけない、私も帰らなきゃ。だったら一緒にバス停まで歩くか。あなたさえ良ければぜひ。マートルさん、マートルでいい？で、もちろん嫌じゃねえさ。もう行けっか？はい、本当にありがとう、ミヤさん。マジで何もしてないが。それとあなたもフレイヤさん、執筆頑張ってください。気をつけて帰ってね。はい、じゃあまたな、皆さん。すごい正反対な感じだけど、やっぱ共通の話題があるっていいよね。気をつけてお帰りよ。シュッて消えた。ぐちゅぐちゅ言っちゃう。それで原稿？ん？楽しいおしゃべりだったけど、まだ原稿の感想を聞いていない。ちょくちょく読んでたの知ってんだからバレてた。いい感じだ。そーん、それだけっすか？僕は編集者じゃないね。読書目線って言ったもんね。配膳点を細かくリストアップしろとは言わないよね。言う。はあ？あなたは確かに謎めいた人だけど、私ってここの常連だよ。原稿を読んでる時の表情見たもん。言いたいことがどっさりあるんでしょ？認めなさいよ。わかった、僕の負けだ。ただ長くなるぞ。それと思ったことを正直に話す。ごくり。まあまだ夜は長いし、かかってきなさい。よろしい。では導入部から。いい感じだね。ベッドチェンバー、深い眠りを切望する方への一杯。へえ、あ、ズズズって書いてある。面白い。ということでね、今回も終わりたいと思います。多分なんか2回に分けてる感じはするけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ、じゃあね、おやすみなさーい。